なんです。今もう上映されているものも、これから公開のものも含めて、今後としては予告編とか、海街ダイアリーとか、これから先はヒロイン失格とかあるんですけど、6作品もどれも話題作ばかりなんですよ。そして先ほど紹介した24時間テレビのドラマにも出演しているんですね。ドラマは今回が初めてになるそうです。もう今こう演技派としても日本の映画が引っ張ってらっしゃる方たくさん